皆さんおはようございます。トムです。本日はですね、いつもの、丘陵地帯なんですけれども、今日はちょっと湖の周回コースというか周遊コースに来てます。夏鳥探しに来たんですけど、最近あまり気配がないんで多分いないかなと思うんですけど、ちょっと来ずにはいられませんでした。というわけで今日も楽しんでいってきます。森の中の道はかなり涼しいですね。夏も期待できそうな涼しさです。急に山道になってしまいました。一応獣道とかではなさそうなんで人の通る道だと思うんですけど、ちょっと行ってみましょうね。おー、なんか急に開きましたよ。すごっ。綺麗ですね。すでに7キロ8キロくらい歩きましたけど、ここからまた6キロくらい歩いて帰っていきたいと思います。